ダイはピュアラブです。前回の選挙の動画で日本は与党も野党もどの政党も上でコントロールしているのは CIA とイルミナティですよということを お伝えしました、えー。そちらのね、動画のコメントの方でね、えー、いくつか来ていたんですが、えー、日本はね、韓国人に支配されていますとか、えー、日本はね、中国人に乗っ取られてますとか、えー、そういうコメントが いくつかあったんですね。うん。えー、まあそういう方がね、例で持ってくるのが、えー、まあ中国人がね、北海道の土地を買ってますとか、えー、日本のね、タワーマンションを買い占めてますとか、えー、まあそういうことを例に出してくるわけなんですね。 うんえー、またはね、戦後、えー、まあアメリカによってね、えー、韓国人とか中国人というのがね、えー、戦勝国民として、いろいろな利権を与えられてきましたと、うん、言われる方もいるんですよ。うんえー、それは確かに事実としてはその通りだと思うんですよね。うん えー、中国人が確かに日本の土地を買ってるっていうのもあるし、えー、日本のね、タワーマンションの、えー、購入者のね、多くが中国人であるっていうのも事実だと思うんですよ。うんえー、またね、えー、戦後、中国人や韓国人などの、えー、戦勝国民がね、えー、アメリカによって大きな利権を与えられたというのも、 これは事実としてあるんですよ。うんえー、ただね、だからと言って、その韓国とか中国をね、批判すればいいということではないと思うんですよね。うん、それこそね、まさに CIA とイルミナティの、えー、思惑通りになってしまうわけですよ。そうすると。 うんえー、CIA やね、イルミナティというのは、えー、アジアリカ工作というものを行っていて、えー、日本やね、韓国、えー、中国、えー、北朝鮮、台湾などね、そのアジア各国が、えー、いがみ合わせるようにさせてるわけですよ。うん そのアジアが仲悪くすることで、結果的にね、アメリカ、えー、CIA やイルミナティが利益を得ると、そういう構図にさせてるわけなんですよ。うん。なのでね、その、えー、韓国人とか中国人を、えー、批判する人たちというのはね、 CIA やイルミナティに結果的には利益をもたらせてるわけなんですよ。うん。えー、ということでね、えー、韓国人とか、え中国人がね、その日本の土地を買っていたとしても、その人たちとは、 仲良くする方向に行かないといけないわけなんですよ。うん。えー、またね、その土地を買っているっていうことに関しては、えー、日本だってね、バブルの時はね、えー、アメリカのエンパイアステートビルも買ってましたし、ロックフェラーセンターも買ってましたよね。うん。まあ、それはアメリカからしたらね、 エンパイアステートビルとか、ロックベラーセンターを買われたらね、まあそりゃいい気はしませんよね。うん、だから、日本も同じことをやってたわけなんですよ、うん。なので、日本人がね、その中国人とか韓国人に対してね、土地を買ってるじゃないかとかね、えー、タワーマンション買ってるじゃないかっていうのはね、 ちょっとおかしいと思うんですよね。うんえー、日本だってね、バブルの時はもう散々買い占めてましたから、ありとあらゆるものをね。うんえーまあ、ということでね、えー、中国とか韓国を叩く人、えー、批判する人というのも、 結果的には CIA の工作員と同じことをやってるということなんですよ。うん。えー、またね、えー、日本第一党とか、桜、えー、井さんに関してのコメントもいくつか来てたんですが、えー、あの人たちもね、やってることっていうのは、中国や韓国をひたすら批判することですよね。 うん、それによって利益を得るのは、アメリカであり、CIA であり、そのバックのイルミナンティーなわけですよ。うん、ということは、おのずと、えー、桜井さんとか、日本第一党がやってることがね、誰の利益になるのかと。うん、それは、 CIA やイルミナティの利益になるということがわかりますよね。ということで、これはね、三浦春馬さんも言われてましたけど、えー、日本はね、えー、韓国とか、中国、えー、台湾とかね、えー、まあ北朝鮮も含めて、そのアジアの国とね、 仲良くしていくという方向に行かないといけないんですよ。えー、それこそがね、CIA やイルミナティと対抗していく手段になるわけですよ。うん。そこでね、中国とか韓国を批判している人、えー、中国人とか韓国人を批判している人はね、 CIA のアジア分断工作に自分から乗っかってる人ですからね、それ。えー、そこをね、ちゃんと理解してほしいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。